はい、こんにちは、こんばんは、ピアノソレイユです。今回はシューマンのユーゲントアルバムという、曲集の中から、3曲弾いてみたいと思います。こういう本なんですけど、シューマンが、子供のためのアルバムとして作った曲集です。40曲ある中から3曲、有名な1番のメロディー、それから8番の乱暴な騎士、それから10番の楽しき農夫という曲を弾いてみたいと思います。このユーゲントアルバムは子どものためのアルバムと日本語で訳される、本当に子ども向けの可愛らしい曲ばかりです。レベル的にもブルクミュラーぐらいのレベルになったら十分弾ける内容となっています。で、同じシューマンに子どもの情景という曲集があるんですが、そちらは、大人が子どもの頃を回想するような、そういった視点で書かれた曲で、レベル的にもユーゲントアルバムよりはかなり難しい内容になっています。そちらもすごく素敵な曲集なんですが、初心者のレベルで弾けるのはやはりユーゲントアルバムだなと思います。皆さんもよかったら弾いてみてくださいね。では